おはようございます。ニュージーランドから失礼します。今日は12月15日の夕方4時くらいです。僕はですね、飲食業で働いているので、夜からの仕事が多いのですが今出勤途中の車の中で喋っております。渋滞しています。オークランドに住んでいるともうこの渋滞はだいたい3時半ぐらいから6時過ぎぐらいまでかなと、あと朝の、7時ぐらいから9時手前8時半ぐらいですかねぐらいまでは、あ、もっと早いかな、6時から8時半ぐらいの間かなぐらいは、もうその、仕事に行く人たち、あとはお迎えとかね、学校に送るとか、まあ、そういう人たちでもう大混雑で、道もね、なんか同じ道を行くっていうのが普通なので、普通というか、まあ、そこに向かうにはこの道みたいのしかないので、いや、めちゃくちゃ混みますね。ちなみに僕はその、南、オークランドシティっていうところの、少し南側に住んでいるんですけども、仕事は、橋を渡って向こう側ノースショアという北側のところで働いているので、まあ、その間のね、通勤しなければいけないんですが、そのノースショアに向かう、ハーバーブリッジっていうのがまあくせ者でして、ノースショアに向かう道で最短はそこしかないんですね。なので、毎回大混雑しております。1ヶ月2ヶ月前ぐらいだったかな、そこに強風でねトラックが突っ込んじゃって、倒れちゃったりとかして大事故になって、修繕のために1車線封鎖されたりとかして、ものすごい大渋滞だったことがあるんですけど、まあ、早く新しい橋がかかってほしいなっていうのを、僕が来た十数年前から言われ続けていて、まだ計画というかね、新しい橋の基礎とかすらないですねまあいつになったら新しい橋がかかるんでしょうか、まあ、この渋滞の解消はいつになるのかなって思いながら、今話してますけどねこの前、前回の配信かなで、話してると思うんですけど、僕こちらに来て、からというか、まあ、飲食業ではずっと働いてるんですけど、こちらに来てから、まあ、本格的にっていうのかな、味付けを作ったりとか、味付けを作ったりっていうんですね、味を考えたりとか新しいメニューを考えたりとかっていうのを本格的にね、売るものとしてやったのっていうのは、まあ、こっちに来てからが多いかなって思います。日本で働いてた時は同じ飲食業なんですけど、まあ言ったらファミレスの店員さんですよ。なので、まあ作れればいい多少ね、寿司握ったりするとこだったので、まあ、そういう技術は必要だったんですけど、その程度ですね。味は決まったものを使うことになっていたし、切り方とかも教わった通りに切るっていうのが普通だったので、まあ、それほど、自ら作り上げるっていうのはなかったんですね。だけどこっちに来てからまあ、そういうね、まあ、一応ねヘッドシェフとか違うなエグゼクティブティスシェフかなエグゼクティブシェフ、一応統括みたいな感じでやったりとかはしていたの、今は違うんですけど、統括でやったりとかしていたので、まあ、味付けとかを考えなきゃいけないんで、好みとかねそういうのも考えて作るようになったんですけども、こちらの人ね基本その旨味みたいな何ていうのかな、だしの味、かつおだしとか、昆布だしとか、しいたけのだしとか、だしの味っていうか風味みたいのはなかなか感じづらいらしいんですね。で、舌の構造上、日本人とかアジア人の舌の味覚、味蕾って言ったかな、その味を感じる器官っていうのが少し少ないらしいんですよ、ヨーロピアン系の人たちって。なのでその旨味みたいのを使った薄味のね旨味を楽しむ、
風味を楽しむとかっていうのはちょっと難しくて、まあ、基本はしっかり味付けした味みたいのが好まれるかなって、まあ、長年やってて思います。最近はね、なんか変わってきたのか、まあ、ちょっとね日本人っぽい感じの味付けが好きだったりとか、もともと薄味が好きな人もいるのでね、あの全部同じ人種で同じ味が好きとは限らないんですけど、ただ最近は少しその傾向が強くなったなとは思います。なんか近い感じ、なんていうのかな、この風味をつけたあの薄味のね、やつを好む人も増えたような気がします。感覚でしかないんですけどね。でね、日本で照り焼きとかってあるじゃないですか、こちらだともう照り焼きっていうのはもう照り焼きソースっていうか、あの甘辛い醤油のあれをもう照り焼きソースとして扱われていて、まあ、日本でいうその例えばブリ照りとかね、ああいうのとはちょっと違くなってるかなと思うんですけど、それでもね、その甘辛い醤油と砂糖と酒とみたいな味がすごく好まれますね。もう照り焼きって日本語からも英語にもなってるっていうか、あの借用語ってやつですか、あの照り焼きっていうのがもう英語として伝えられるので、使えるので、ぐらい、まあ、みんな知ってる味になりましたね。まあ、よく使わせてもらってます、まあ、何か困ったらもう照り焼きにしとけばいいんじゃないぐらいの勢いでみんな好きですね。この材料に照り焼きかって思うんだけど、もうそれでもやっぱりみんな好きですねなんかね、照り焼きっていうとやっぱね、鶏とか焼き鳥なんかも言ったら、こっちで言ったら照り焼きチキンなの、あ、チキン照り焼きか、あ、なんか逆なんですよね、チキン照り焼きっていう感じです。チキン照り焼きの串焼きなんですよね。もうみんな大好きですよ、その辺ね。あとですね、わさび結構好きなんですよ。で、これね、お恥ずかしい話なんですが、僕はですね、わさびが大嫌いだったんですね。で、日本でもう 20代大卒で、仕事を始めてからずっと、お寿司を握る仕事もしていたんですけども、わさび大嫌いで、自分で食べるときはサビ抜きだったんですよ。で、サビ抜きでしか食べれないから、わさびの感覚がよくわからなくて、寿司握る時のわさびの入れ方が他の人より多いって言われてたんですね。僕が握ったのはわさびがすごく効いてるという感じで言われたことがありました。感覚がわかんないんですよ、食べてなかったから。で、なんとなくこう、なんていうのかな、手触りよく握れる量をポッて乗っけちゃってたんですね。で、こちらに来てですね、その当時は作るだけだったんで、あ、多いよって言われたら、まあ、ちょっと減らすっていうだけなんですけど、こっちに来てからその味を作らなきゃいけないっていうことになった時に、日本イコール、まあ例えばその照り焼き味、その他にはわさび、寿司だったらわさびみたいな感じになっていたので、なっているですね、今でもそうですね。なので、わさび味の何かを作るってなった時に、僕がね、味見ができないっていうのはなんかダメだなって思って無理やり強制しました。だから20代後半でこっちに来たんですけど、こっちに来て2年ぐらいで、毎回ね、わさびを乗っけて食べるようなものには無理やり乗っけて食べて強制して、今は逆に好きっていうぐらいわさび大丈夫になったっていうか、わさび好きなぐらいなんですけど、っていう風になりました。克服したのはね、30歳になってからですね。だからまだわさび歴は12年ぐらいなんで、その辺の大人よりもわさびを食べてる回数はすごく少なくてですね、いっぱい寿司を握ってるんですけど、食べたらわさびの量はめちゃくちゃ少ないんですよね。だからわさびの魅力はまだ僕はまだまだ知らないかなと思ってますでもね、おかげでその一個克服したことによって、いろんな味のバリエーションっていうのができるようになって、
ああこれやっといてよかったなと思います。まあたかが12年しか経ってないですけども、その時に決心して無理やり食べてなかったら、まあ、今でもわさびが苦手で、その味のものっていうのは食べれないなって思ってますね。まあそれで言うとですね、その時にも決心がつかずに未だに嫌いなものがあって、和がらしですね和がらしは未だに嫌いで、からしマヨネーズ何それって感じですね。なので、まあ、その方向の味付けっていうのは僕は苦手で、なんだろうね、結構からしマヨネーズって結構定番じゃないですか、あの辛さのあるマスタード。でもそれが僕にはあのその味を使って何かを作るっていうのはちょっと難しいですね。まあ、作れるなんとなくね、その好みを聞いてもうそのぐらいのものを作るっていうのはできるかもしれないんですけど、あの自分が味見をして美味しいと感じれないので新しく全く別のものを組み合わせてっていうものの中にからしは入れられないなっていう感じですねいや克服しといてよかったです、わさびに関して言えば。まあそんな感じで今日は、なんだろう、海外と全然関係なかったかもしれないですが、味の話、なんかメニューを作るようになったのでそんな話をさせてもらいました。以上にします。ありがとうございました。ちょっとバイクうるさかったですね、すいませんでした。